まに2月のミーティングも今日で終わりです。毎年そうだけど2月って日数が少ないから本当に早いよね。ちなみになんで2月の日数が少ないかミク知ってる？おお、そういえば考えたことなかったかも。え、なんで？教えて。ダメダメ、自分で考えて。そういうのね、自分で考えないと成長できないよ。ははー、これ萌さんも知らないやつだな。まあこれ答えでなそうだし、時間もったいないからミーティング始めます。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で2人っきりの秘密の会議をお届けしていきます。はい、ということでこの番組は毎日仕事内容でお届けしていくのですが、木曜日はこちらのコーナー、私の残像。リスナーさんの記憶に強く残っている残像エピソードを送ってもらうコーナーです。なぜかずっと忘れられない光景や自分だけが未だに覚えている物事を募集し紹介していきます。じゃあ早速メール紹介していきましょう。はい、ピクミンネームともこさんです。ありがとうございます。ミックも石こんばんは。こんばんは。これは私が小学生の時のバレンタインの思い出です。放課後公園で女子4人で遊んでいたのですが、うん、そのうちの1人の子が少し離れたところで遊んでいた男子6人組のうちの1人に手作りチョコを渡そうとしていました。しかし6人組の中に入っていって渡す勇気がなかったのか、うん、私に〇〇くんにチョコ渡してと頼んできて、あら、なぜか私が男子の中に突撃してチョコを渡すことになりました。周りの男子たちにとても囃し立てられ、私のチョコではないのに私が渡した感じになり、すごく恥ずかしい思いをしたことは今でも忘れられません。なるほど、これでもあるある、ほろ苦いエピソード。これあるあるじゃない？あるあるだね。自分で渡せよって言っちゃうけど、言っちゃう言っちゃうけどね言っちゃうけど、いい人だね。いい人だね。優しいね。ね、その子どうなったんだろうね。その確かに、まあでも小学校って別に付き合うとかもないか。え、あるんじゃない今の子たち。マセガキマセガ今の子たちはありますよね、多分。あるよ。伊藤美久世代はマセてます。私の世代にはな、あったような、なかったような。小学校で付き合うなんて概念なかったよ。付き合うと、私もなかったような気がするけど、弟の時は確実にあった、うん、あーもうやだ、マセてるもうね、マセてる。一人でずっとクロちゃんのモノマネしてたよ、私なんて小学生の時それはそれでやばいやつだけどどうやったらクロちゃんね、そのままーってずっとやってたじゃん。ずっとやってた、ずっとやってた。あとミラクルミミカのモノマネしかしてなかったよ、ね、小学校なんて。じゃあ続いてピクミンネームムッキーさんから。ミックもしかま、こんばんは。自分が小学生の頃妹と喧嘩することがあったのですが、その時いつも妹は自分の耳を引っ張ってくるのですが、ある時に耳を引っ張られるとボキボキと音がしました。音がした瞬間は引っ張られていたので痛かったのですが、その後は特に何ともなかったので、何がどうなってボキボキと音がしたのかよくわかりません。ただボキボキと音をしたことだけを今でもちゃんと覚えています。え、怖っ。でも音の記憶って残りそうだね、うん、ボキボキ。耳ってあんまボキボキ言わなくない？なんかボキボキ言う骨ないよね。ねえでもボキボキって言ってやばいって思ったけど何もなかったんで今に至るんでしょ。指鳴らすのさ、ボキボキに近いのかな。なんか空気がどうのこうのって言うじゃん。あー、なるほど。なんか、でも耳が空気になってたんかな。ならなくない？考察ないよね。怖っ。もう取れたかと思いますよね。れあれじゃない、記憶の中では耳引っ張られてバキボキだったかもしれないけど、実は引っ張られてる間に後ろで妹がなんかバキボキしてました引っ張ってる途中のここがバキバキ言ってたのかもしれないよ。妹の手がバキバキだったのかもね、言ってたのかも、ね、でもそういうなんか音の記憶ってあるな。確かに確かに大きい音とかね。あ、雷の音とか覚えてるもんね。あ、覚えてる。近くで落ちたりとか ね。じゃあ続きまして、ピクミンネームチョシーナさんからいただきました。ありがとうございます。ミクマシ、こんばんは。こんばんは。私にはずっと忘れられない出来事があります、うん、それは私が小学校低学年くらいの時に家族でお墓参りに行った時の話です。そのお墓の駐車場には倉庫があるのですが、倉庫のそばにポツンと一つ大きな水たまりがあったので、うん、私はそこでピチャピチャ楽しく遊んでいました、うん、すると二つ上の兄が私のところに来て、それ犬のおしっこだよ、さっき捨てた
と衝撃の一言を放ったのです。子供だな。水たまりはそこに一つしかなかったので、私は何の疑いもせず信じてしまい、かなり落ち込みました。犬のおしっこだというのはもちろん嘘で、数日後にそれを聞いた時にとても安心しましたが、それと同時に怒りを覚えたこと今でもはっきりと覚えています。かわいい。かわいい。小学生だな。嘘つく、疲れるよね、お兄ちゃんとかね。そういうしょうもない嘘ばっかつく。つくよね。でも私それで言うと、お墓参りで思い出したけど、子供の時におばあちゃん、ひおばあちゃんのお墓参り、うん、行った時に、お墓で転んだら腕持ってかれるよって言われた。めちゃめちゃ怖くて。怖っ。何その嘘。めちゃめちゃ怖い。お墓で転んだら片腕持ってかれるよって言われて、マジで怖くて。それ怖いね。でもであれだよね、きっと走り回らないように、そのお墓でふざけないように教育として多分言ったんだろうけど、ね、うん、当時本当に信じてたから、もうずーっと下見て歩いてて、転ばないように。転ばないように。だって片腕持ってかれるのも恐ろしすぎるもん。恐ろしい。迷信って時として怖いよね。いや本当にね、しつけとして生まれた。しつけね、すごいわ、はい、まだもういい。はい、ということで、リスナーさんの記憶に強く残っているジャンズエピソードを送ってきてください。以上、私のジャンズ王でした。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスでときめきセンセーション。ピクシスの夜空の下でミーティング、お送りしてきました。ピクシスの夜空の下でミーティング、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net。 pixis の綴りは pyxis です。はい、ということで第399回目の放送いかがでしたでしょうか。いや、あるよね、嘘つかれることとか。でも嘘つくこととか、みんな覚えてるの小学生ぐらいだね。ね、ちょうどみんな、エピソードで来んの。確かに。バレンタインの思い出とか。私も渡してって言われて渡したことあるわ。言ったは？言ったは。断れなかったの？うん、その時の伊藤少女は何も言わない子だったから。断れって言ったじゃん。言った、その時に言ってよ。断れ、それはやるなって言ったじゃん。うん、分かったって言って私に言った。だってその子か、男の子からしたらさ、ミクちゃんからもらったと思っちゃうね。それちゃんと手紙とかで書いてあるの？多分書いてあったんだと思うけど、うん、確かに、なんで渡したんだろうなとは思ってた。ウーバーイーツやん。しかもさ、目の前にいるんだよ。まあ彼女もそうだったけどさ、目の前にいるのになぜか行かないんだよね。恥ずかしいんだよね。子供の時ってそうだったよ、きっと。恥ずかしかったんだよ。そんな時代ありました？なかったでしょ。パンツで歩いてた。それも怖い。パンツで歩いてるわ、本当に。ちゃんとしつけてもらってって思う。だから片腕が取られるよとか言われるんだよ。そうだよ。そういうの言われちゃうんだよ。あ、怖い怖い。それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田舞とピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。